本気ではやってないと思うんですけど、キレとかっていうのはそう感じなかったですかね。今までの選手も名古屋に何もできなかったわけじゃないですか。だけだとあれですけど、まあ試合のイメージとか、まあワイルドな打ち方っていうのは、まあ想定内っていうか、まあ上でもなく下でもなく、体格とか雰囲気とかですか。そうですね、思ったよりかはコンパクトなのかなっていうな感じですかね。体の大きさ、そうですね、全体的には、まあ、コンパクトなのかな、大きくは感じないかなっていう。スパーリングパートナーからも情報収集してたって言いましたけど、まあどうなんですかね。ただまあその、まあ、スパーリングパートナーが、まあ、どういうことを言ったかっていうところだと思うんですけど、まあうちとしてみればやりたいことがやれて、まあそこは何とも思わないですけどね。はい、キレ、スピード、パワー、
この点は一等地見てどうなりますか。まあ、正直、まあ、多分本気ではやってないと思うんですけど、まあ、パワフルなのを感じましたけど、まあ、そのキレとかっていうのはそう感じなかったですかね。メリー選手、井上尚弥選手の弱点をつけてるって話をされてましたけど、あの辺は釜掛けというか、まあ、そうですね、誰でも言うじゃないですか誰でもまあ大体言うんですけど、だからそこをどこを持ってきても結局生き物なんで、対戦した時に今までの選手も尚弥に何もできなかったわけじゃないですか。だからそこは自分の中は気にならないです。気になった点ありました。気になった点ですか。練習、今もその公開練習ではないですけど、でもまあ体重とかもしっかりこうやってきてるとは思うんで、まあそこだけですかね。はい、でもそこもなんか大丈夫そうなんで、はい、会見で喋ってる内容で何か引っかかったことがあるんですか。まあ、でも特にないですよ。やっぱり、まあまあ、こう対戦なんでリスペクトしながらやっぱり自分の気持ちも出すし、でもそれは多分誰でも一緒じゃないですか、はい、だからそこはまあ特にはないですね、はい、逆にそんなに、ワルナ・ネリというのを一切出てこないなって感じで、逆に言ったらそうですよね、うん、もっとなんかあれなのかなと思ったらやっぱりしっかりリスペクトしながらだけど自分の気持ちは伝えてる、まあ、まあ普通な感じでしたからね。名古屋君の方は順調、うちもそうですね、はい。ラストスパーはそもそもスパーはもう終わりですね。あとやったとしてもマスとか、まあ、あとはまあ微調整、まあそうですね。中国のあれ、まあ、ネリも言ってたけど厳しい試合になるというやっぱり予測確率というか予測はあるんですか。それはうちもありますよ、うん、それはもう本当になってみなきゃ分かんないですけど、うん、思いのほかさっくりお互いになるのか、うん、やっぱりその厳しい試合になるのか、うん、それはあ、まあ、どっちもありえますよ、うん、まあ、あれだけ、ね、アグレッシブに来るんだったら。そうですね、まあ、練り自体がそういうスタイルじゃないですか、うん、だからそこはまあ激しい試合にはなると思います、うん、それがまあどう噛み合うのか、うん、さっくりいくのか、うん、そうですね、それはちょっと本番になってみないとなと思えないです。